はい、マジ花粉症つらい、どうもキリプです。ということで、春号の3月2日に発売の雑誌で、メイクの企画があって、まあ一応いつも通りのようなメイクなんですけれども、ちょっと春に向けての準備だったりとか、なんかちょっとしたもうこだわりがやっぱり詰まってるメイクなんで、それも一緒に雑誌に出したメイクを元に撮っていこうかなという感じです。まあメイクは同じなんですけれども、なんかその工程だったりとかを動画でより詳しく見てもらえたらなと思うんで、ぜひ見てください。久々のメイク動画です。いく、はい、ということで、じゃあやっていきたいと思います。じゃあまずはこの前髪とかこの切れ毛が邪魔なんで、こうよ。最初にカラコンを入れといた方が楽だっていうのを気づいたんでちょっと最初にカラコンをやってきちゃおうかな。前はなんか化粧終わってからカラコンつけるとか、現場に着いてからカラコンつけるだったんですけれども、私垂れ目がすごいライン描いたりとかするんで、それだとダメだっていうことに気づき、最近はずっと入れてメイク始めるのが多いですね。でこうやってカラコンがついたんですけど、これカラコンどこのってよく言われるんですけど、綺麗も分かんなくて、このカラコンはカラーの緑っていう検索をすれば多分出るのが、なんかめちゃくちゃ発色いいかやばいんだけど、これはギャルメイクには合うんですよ。次やること、眉毛。昨日グラセフっていうゲームを久々にやり始めたとはなくなっちゃって眉毛剃ってこなかった。昨日モーハンを買いに行って、しばらくゲームオタクやってよ。眉毛どうやって剃ってるんですかとか言われるんですけど、あんま最近もうずっと抜かないようにしてて、まあ、そんなに抜く期間長くなかったんですけど、なんとなく形整ってればいいなぐらいでした。前釣りだったんですけど、最近なんかこんぐらいがいいかなと思い始めて、18の夜2日に1回はこうやって剃ってメイクします。次の日なんかは別にそんな目立たないぐらいしか入ってないんで別にやらないです。でこんぐらいに剃れたらこっからなんですよ、始まるのは。こちらが UV ミネラルの下地ですね。ナージュっていうエステサロンのお店が出してるもので、全部がミネラル成分で、これで万が一化粧したまま寝てしまっても別に肌にあんま害がないんですよ。で実際私これを使った後になんかもう仕事疲れてすごい寝ちゃったことが何度も続いたんですけど、別に肌荒れもしないし肌もちもちしてたし、これのおかげだなってすごい思ってます。これマジでいいんで買ってもらってって感じですね。なんか水みたいでしっとりするわけじゃないんですけど、なんかすごいいいです。でこれをもうこうやって手にポン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 って取って、もう3プッシュぐらいかな。で、こうやってやったら、もう、こう、まあ、朝なんでね、時間ないから、もう水っぽいんで、別にこの後に手拭いても、茶色っぽかったのに何もつかないんですよ、別に。で、その後に、エトゥセのオイルブロックベースってやつなんですけれども、これ、まあ、マジなかったら、ちょっと化粧萎えるなってぐらい、超好き。これをね、一回取ったら、最初に鼻に塗るの。それでこうやってやって、ちょっと余ったやつここら辺にペペペペペって塗るじゃない。もうその後はね、指で。全然化粧崩れしない。これ塗った方がいい。これマジでみんな持った方がいい。安い。次に、まあ、一丁前に、こちら。ディオールバックステージフェイス&ボディファンデーション。ディオールのこのタイプで、一番黄色みが強くて一番暗めのやつで、いい感じのやつって言ったらこれが出てきました。黄色みが強いファンデーションをもう4年近く使ってますね。こんぐらい取ったら、もう、こうやって、よくあるじゃない。なんかこういうの。ペッペッペよ。で、塗ってきます。この筆は100均だから、みんなマジで気になったら買ってみてって感じで、やっぱ化粧で一番大事なのってベースが崩れてたら目うまくいってもなんか汚いんですよ。だからベースだけはマジで結構丁寧かもしれない。こうやってね、コーナーの前にちゃんと塗ってあげましたら、コンシーラー、これはザ・セムCP チップコンシーラーで、なんか明るい方買っちゃったっぽくて、もう私の肌だったら違うの、もうワントーン暗い方が良かったんです。で、スポンジでもうできたよ。で、この時に私が涙袋と顎の袋が、私なんかフェイクタトゥーみたいな1、2年も持っちゃうんだけど、これ袋のやつやってきたんで、もう涙袋とこれはなんかマジでファンデーション濃く塗っちゃって、消えちゃった時ぐらいにしかもう描かないんで、超楽で。ここまで来たら粉に移りたいと思います。こちらがエトゥセのスキンケアパウダー。もうこれを大体はこういう100均の筆でもうバーよ、バーっと取って、こうやって適当にもうこんなんよ。で、なんでこれ
めっちゃ使うのかっていうと、どのファンデーションとも相性がいいのと、なんかあんまりなんか肌に色がつかないんですよ。ファンデーションの下地っていうのかな、例えばこの次にもう一個ファンデーションでちょっと黒なじみさせるんですけども、これやっとけばもう化粧崩れ怖いもんなしです。これが終わったらケイトの一番暗い色のファンデーションの同じ筆でもうこうこうやったらなんか肌が綺麗になってきたでしょ。でここまで塗ったらベースはとりあえずこれで終わりです。ただ次アイライナーなんですけども、2つあって液状のものと固体のやつ2つ使います。最初に使うのがメイベリン EV ラスティングジェルアイライナー BK1 のブラックですね。こちらこれでちょっと変わってるんですけど、こうあるでしょ、ここだけこうやってあ、もうやんない、これだけで同じように目頭がぐっつり黒目の始まるかなってぐらいまでピッとやって、こんな感じ。次下に行きます。こちらもメイベリンのセッキのやつの細いタイプの方ですね。こちらがメイベリンの EV ラスティングジェルライナーエクストラスリム BK で、これも繰り出しタイプなんで、こうでここで、次にやっとこう普通のアイライナーを使うんですけれども、こちらのリキッドライナーを使います。ダルノガレさんがプロデュース、これめちゃくちゃいい。なんでこれを買ったかっていうと、なんか海水にもちゃんと試して作ってるので、本当に超強くて落ちないですって書いてあって、マジ気になると思って買った。めちゃくちゃ良かった。これはもうそのさっきやった上にこうやって引くのよ。で今回のつけまがなんかとっておきの方のつけまなんで結構長いんですよ、カスタムで。やっぱちょっと気持ち足りめね。でつけまカスタムで分厚いんで、結構ここら辺も厚く引いとかないと。で、まあ、失敗したらこういう綿棒でこうちょっと舐めて例えばよ上に取れる。でこのアイライナーマジで強いから、すぐそれをやらないと取れなくなってくるんで。で、こっちも同じように描きます。アイライナーも自分の目の形に合ったようにね、描いてあげないと絶対失敗するんで、それはもうマジでやっていかないと分かんないですね、自分の台幅に合った。こんな感じで描けたら、つけまに糊を持っていくんですけれども、つけま、何と何よく使ってるのってすげー言われるんですけど、これはマジでちょっとよく分かんなくて、でも種類は確か雑誌の方に記載してもらったと思うんで、それで近く見てもらえると嬉しいと思います。なんか私の整え方はとりあえずここは上がればこっちどうでもいいって感じなんで、こう思ったらこうやってこうやってやると形がもうこんな風になるんですよ。でもこうすると逆にいい。目頭ら辺を上げて下下げる、こうやってねじるっていうのがすごい形なんだけど、もうこれでいいのよ。で、糊なんですけれども、こちらデコラティブアイラッシュパワーアドヘシブ、これ D アップとかもいいんだけど、 D アップも使うんですけど、これなんか800円900円の割にはめちゃくちゃ本当に1日取れない。まあね、疲れてね、一夜とかあるじゃん。なんかね、次の朝までね全然くっついてる、つけばが。だからつって別に取るとき痛いから嫌だとかそう思ったことないの。本当にこれいい。これをねまんべんなく塗ります。で結構たっぷり私に塗るんだよ。で下まつげはだいたい増岡翼ちゃんのつけまなんですけれども、下まはそれが何番かちょっと忘れちゃったんですけれども、とりあえず長めの超いいやつっていう。もうでも増岡翼ちゃんの下ま使ってりゃ間違いはねえと思って、今ね、やっぱりこういう事件が発生したっていうことで代用の下まつげ汚いやつなんですけど、それでやっていっちゃおうかな。で、この涙袋の下地としてフルメタルシャドウ17、こちらですね、ゴールドのクリームシャドウをこうやって、これも大体さっき引いたアイライナーぐらいまでしか、ね、塗りません。で、こうやって塗ったらつけまが乾くぐらいの時にこっちも乾いてるんで、つけまをつけるときに塗ります。目頭と目尻だけ、真ん中別にそんなのないかな。こうやってこうやって塗っていくよ。これをつけちゃう。よし。でこうやって下向きながら、こうやって上に向きながらこうやってつけた方が私は際にもつくし、なんかいいかなと思ってます。反対側もちゃんとつけます。これはマジで横幅も長いんで結構メーカーしてた。で
こうやって調整します、つけまつけた後にお前が上がんなきゃいけないのはこれやってね。で、次からこんな感じよ。私が超愛用してるつーちゃんのつけまの写真とかプロセスは雑誌の方に記載してあったので、そこで見てください。ちょっと今なんかどこ行っちゃったんだよ。ここに使うアイシャドウがサンククルール017セレブレイトインゴールドアイシャドウのディオールなんですけど、これめちゃくちゃいいんで買った方がいいと思う。まあ、こんな感じでね、ゴールドし、なんかシルバーっぽい、なんか 肌なじみのいい色で、クリームで、なんかちょっとオレンジ赤っぽいやつで、黒なんですよ。めちゃくちゃ使う。とりあえず白の方のをとりあえず塗って、そしたらちょっとゴールドペペって取ってちょっと入れてあげる。なんか真っ白い涙袋時代がちょっと終わりましたね、私的に。で、こうやって塗ったら眉毛を描く、こちら後でまた使うんですけど、 K パレット01番ラスティングツーウェイアイブロウリキッド、こちらを使います。で、このリキッドタイプなんで、これで涙袋をシュッと引いちゃいますね。したら私の大事な線に向かっていきたいと思います。キャンベイクのニュアンスライナー01番、これのブラックなんですよ、超黒いやつ。これ削りタイプなんですけれども、こういうタイプでね、ちょっと削るので、結構芯が柔らかいんで、したらもうここからこうやって引く、ここをドシッと太く描いたら、さっきの方につなげるみたいな。これ結構真似してくれる子多いんだけど、自分の目に合った太さとか長さじゃないとマジで似合わない子は似合わないから、そこだけ気をつけてほしい。で、こうやって描けたら、さっきのこのアイシャドウに戻って、そのチップでこの黒のところを取り塗ります。で、結構キャンメイクのやつってどんどん時間経つと薄くなってくるんですよ、なんかよれて。それ止めでこの粉をちゃんと塗ります。でもこれでまあ大体ちょっと太さとか綺麗さを整えるという。で、引けたら、まあ、アイライナーがあるんで、アイライナーでガーツンと綺麗に整えます。さっきのアイライナーなんでもう一回引こうなのと、あと下まつげをつけるんで粉まみれだとつかないんです。で、あと形を綺麗に整えるためにやっちゃいます。で、かけたらさっきの下まつげ、やっぱりこれだけは本当にちゃんとこれ使った方がいい。リセットで、こちらで下まつげつけたところを取っちゃいます。ここら辺だなみたいな。で、くるみの始まりからつけて、まあ、あとは垂れ目のラインに沿ってこんな感じで塗ります。そしたらつけまを描き足すんですけれども、この辺にピョンピョンってで描くんですよ、こういう風に。したら日光がガンガン手上げって感じになってきたんで、場所を移動して嬉しい感じになったと思います。で、まあこんな感じで、とりあえず今はつけまをつけた状態です。次はてってれー、アイプチ、これは100均のスリムタイプのやつです。これで取ります。だいたい片目2枚ずつで、私は伸ばさないでこのままできます。こんぐらいだなっていうとこがあるんですよ。化粧していくと大体自分の目幅こんぐらいがいいなって。こういう感じの二重にしたいんで、こうやって持ってきてここで止めるみたいな。そしたらこんな感じで二重がもう一回ここにつけたんですよ、一回ね。からその半分ぐらいにもう一回もう一枚貼って、ここよ、ここね、こんな感じで片方もやっていきたいと思います。で、付け根を整えて、はい、みたいな。もうこれで二重ができました。で、次はレキャトイルオンブル274番のコードエレガンっていうアイシャドウです。もうシャネルもなんか一枚使ってるんだけど、こんな感じの色味が入ってます。もうこういう100均とかなんでもいいんだけど、これで大きい方のチップでこのクリームのやつをピョン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 って二重の下塗って、二重の上ちょっと塗って、あとは目頭にこうやってちょっと入れるみたいな感じだけ。簡単でしょ。で、次がこれのブラウンの方を、こういう筆で、ね、次はこっち取って、ここら辺からこうやって濃くしていきます。ちょっとここら辺まで塗ってます。で、まあこんな感じに塗るんですよ。で、あとゴールドとかこういうの持って足して馴染ませます。白いシャドウとかもさっき涙袋使ってしましたら、
シャイニープリティシャドウ、メイクアウィッシュ、アイシャドウ、マックのクリスマスコフレ、ここら辺に。あと3年ぐらい持つな、絶対割れなきゃ。全然いらない。5年ぐらい持つかね、これ絶対。でもこれ絶対私マイク、リーチメイクで使ってますね。これでダブルライナーを描いてもいいんですが、まあ、濃いアイシャドウなら大体何でも代用できるんですけども、カイリーってアマゾンで調べてちょっと偽物ばっかいろいろできたんで、なんかその中で何百円のアイシャドウがあって、それを買いました。欲しいなって人はアマゾンで買ってみると、1ヶ月ぐらいかかっちゃうんだけど、めちゃくちゃ安くていいアイシャドウが手に入ります。でめちゃくちゃ使える色味ばっかあるんで、めちゃくちゃ学生にも金欠にも優しくて、いやおすすめです。ここのやつ使います。これを薄く先にやって、でここら辺を一回つまむ。そうすると細く描けるかな。さっきやったアイテープのちょっと上ぐらいにつけて、こういう感じで私はやってますね。このさっきまで使ってたディオールの白い方、涙袋に使った方をもう一回取って、さっき二重幅のラインを描いたじゃないですか。その下にこうやって入れるの。そうするとね、めちゃくちゃなんか目がキリッとするね。まあこんな感じでね、二重幅に線を引いて、その間に白いシャドウを入れました。アイライナーでスカイラインを描いていきたいと思います。こうやってやった方がうちはやりやすいなと思う。こうやってこんな感じかな、ね、こんな感じにかけたら、そしたらもう目は終わりなんです。眉毛に行きたいと思います。で眉毛はコージードリーウィークカラーアイライナー12レモンイエロー、また削って、眉毛のここら辺にちょっとだけ薄く、これ引きすぎたら変になっちゃうから、まずはちょっとだけで、優しく力入れない、こう力入れた場所がある。こういうタイプで眉毛を整えるようにやると黄色っぽく色づくんですよ。そうすると自分の髪色に合うんで、でやったら生えてるところなんだけど、ちょっと足らないところらへんに薄くかけます。で大体かけたら、涙袋の線に変えたこちらを使って、やっと本来の役目を果たせる。そんな感じでかけます。でかけたらマキアージュのちょっと点がわかんないんだけど、冬これで付属のチップで黄色のここら辺って言って、パパッと黄色みをもう一回足して、ここら辺のさっきのアイブロウのやつ色が濃いんで、ちゃんとね色を薄めてあげます。でもこんな感じでしたら、キャンメイクのカラーチェンジアイブロウっていうの、一番黄色みが強いやつ、明るいの。これ私なりのメイクなんだけど、めちゃくちゃベタベタにアイブロウマスカラ塗る派なんで、これで一回目塗ったら乾いた後にもう一発塗ってって感じなんです。結構だから減りが早いです。まずこのミネラルスキンフィニッシュライトスカペードのフェイスパウダーで目下に、これめちゃくちゃ大事なんですよね私。これ入れたらまたもう一回一発アイブロウマスカラを塗ります。そうするとねめちゃくちゃまたくっきりにつくんで、したら眉毛は終わりです。さっき使ったマキアージュのこれでサイドにね茶色いのがあるんですよ。これを2つ取ります。筆でちょん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 って、ここら辺にがっつり入れて、さもっとこうやってがっつりで、最後ここら辺でこうやってやってあげる。でもう一回眉毛下は結構太めに入れますね。そうするとさあよさ、あの鼻の形に沿ってさってやって、このマキアージュのやつはなんかね、つきすぎずで、鼻なじみがいいんですよ。だから黒肌の人はこれめちゃくちゃいいと思います。そしたら、こうやってやります。で、綺麗に鼻筋がちょっと引けるんですよ。で、もう一回鼻筋をもう一回描き直すんで。で、したら、ケイトの一番明るいフェイスパウダー、ファンデーションで、こうやって付属のこれで取ったら、塗ります。で、残ったやつでここら辺ね、こうやって塗ります。で、こっち小鼻の方にも一旦塗ります。で、この眉毛上やっぱ反り跡とかやっぱちょっとなんか目立つんで、こうやって塗ってあげるとめちゃくちゃ綺麗です。だから顎、唇の上で、もう一回鼻筋にバーゴンで入れちゃおうかな。やっぱね、ほんとにずっとこれだよ、鼻筋が。
かなって感じです。でそうしたらもう一回一発きれいに整えます。でやるだけで整う。そしたら口紅をした。なんか取って涙袋をした。入れたらこんな感じですって感じかな。次エクストラディメンションスキンフィニッシュソフトフロスのフェイスパウダーで、ほらめちゃくちゃね、もう鼻がツンってなるのが好きなんで、これで鼻がねツンってしました。これが好きです。そしたら使うのがこちらステイマットノットフィットパウダーファンデーションかな、多分ミックスのファンデーションね。これくださいってスクショしてもらえれば、筆で撮ったら輝きは、ほほう、ブロンザーですね。で、あとはなんかこうやって顎で小鼻の横とか、もう超適当にもうこうやってやるだけ。で次にもういよいよラストに近づいてくるんですけれども、まあ、チークいきます。これもニックスだね。これはちょっと読めないんですけれども、これでこれも筆でねいっぱい取った。これ発色がいいね。こうやってつけます。まあ、こんぐらいしか私取れないか。じゃあ艶出しじゃないけどハイライトっていうのを入れます。ディオールバックステージフェイスグローパレット001番です。で本当に使いやすいよ。これアイシャドウでも使えるし、チークシェーディング、ここハイライトで使えるんでめちゃくちゃいいです。私は青みかかったピンクちょっと好きなんで、この紫の目をちょっと取ってチーク入れたところに塗ってあげます。そうするとめちゃくちゃピンクの色がいいので、発色が良くなる。もっとあとやっぱ血色が出ますね。でやったらここら辺こうやって取って、もうシーズンシーズンでちょっとあそこに塗って、でしたらここのやつとここのやつ指で取って、唇の上で残ったやつがここら辺とかね、ちょっとポンポンってやってあげます。でしたらこちら終わりです。あとはなんかもう一回この白いパウダーの方でこれちょっと取って、ここら辺に変な境目がないかとかちょっとやってあげると綺麗になります。メイクアップセッティングスプレー、こちらを使います。こうやってつけたら日持ちが良くなる。リップを使うんですけれども、やっぱつけもバサバサな分唇ぐらいしか目立たないと思う。リップは鬼垂れ目じゃないですか。私ベージュかなっていう。いや私雑誌撮影の時には出してなかったんですけども、リップライナーはマジでやった方がいいかもしれない。ピンクなんですよ。ベージュつけるんだけどピンクも、でも結構ピンク持っておけば赤のリップ塗る時でもベージュ塗る時でも、まあ、なおさらピンク塗る時でも本当何でもピンクだけ買っとくだけでもいいと思います。何を買うかもやったら、たまた私唇薄くはないんでちょっと太めにいってます。そしたらこちらルージュディオールリキッドの614番ジャングルマットベージュ塗ります。これは塗った時気持ちいいな、なんかちょっといいねだし、だと落ちない。そしたら最後仕上げにリップスティックジェル、ちょっとゴールド味のちょっと折れちゃってるんだけど、こんな感じのマットのリップですね、仕上げに塗ります。いいかな、こんな感じです。セミマットですね。そんなにマットマットしてないんで、だからあんま乾燥しないです。でこんな感じで私の春3月号に出したメイクのプロセスのメイクはこんな感じです。やっぱ春なんでピンクを中心に使ってますね。アイシャドウはやっぱりゴールドとかブラウンで締めちゃってますけど、金髪なんでね、眉毛も髪型も、だから目元は黒っぽく染めてあげた方のが私は外国人っぽくて好きかなと思います。肌はやっぱりマットで仕上げた方が私は安心感ありますね。であとなんでマットなのにハイライト入れるのってあるんですけども、私もそれちょっと分かんないです。外国人の真似し始めたらハマっちゃったみたいな感じです。次はもう髪の毛をやっていきたいと思います。まあ、雑誌の撮影の時はロングだったんで、まあ、ちょっとあれかもしれないんですけど、ちょっとね髪型を整えたりやっぱ変わるじゃん、こんだけ濃くても。はい、ということで髪型とかまた気になったら違う動画で出すんで、エンディングに向かっていきたいと思います。じゃあ、はい、ということで髪の毛も整えて、今回はね巻いてないんですけれども完成しました。メイク動画久々に出したんですけれども、こんな感じです。前のやり方だったり物だったりとかやっぱいろいろ変わったりとかあって、
あと今回ちゃんと見せてあげれなかった商品とか全部雑誌の方に記載させてもらったので、そちらをまだゲットしてない方は500円ぐらいなんで買ってください、まあ、セブンと書店のみなんですけれども、よかったらネットとかでも探せるんでお願いします。ということでキーリップ久々のメイク動画でした。バイバイ。